ナダチームのカスミとのバトルを迎えました。襲いかかるミスタイプのポケモンの密攻撃もバトルへの情熱と炎で湯気を立ち上らせることでしょう。バトルの姿勢に移っていった、いい当たり。ここで一発急所に入った、なんとか持ちこたえました。両者とも大健闘です。今準備が整ってポケモンがモンスターボールに戻ります。ここで二度クイーンの登場だ。相手が弱っている今が攻め時だ。鋭い攻撃当たった、バースマスのダメージ、あーっと崩れ落ちた。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでミュウの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対3。ここでサイコキネシス逆転をついた。さあノックアウト。さあ次のポケモンを準備です。ここでスターミーの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対2、両者激しく火花を散らしております。あーっと大雨になりました。これはどうだ、軽く当たった。両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあこの場面でいい当たり。この攻撃ヒット、いい感じです。さあ激しいバトルです。さあ今度は当たった、バースマスのダメージ。ここで体力回復だ。さあ熱いバトルが展開されております。さあこれは強烈な一撃、ここでダウンです。さあポケモンは残り1匹。ここでミュウツーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。両者とも大健闘です。ここで10万ボルトだ。で十分、あっとダウン。さあ鍛えるポケモンは両者とも1匹ずつしか残っておりません。ポケモンが再びバトルに登場します。これで鍛えるポケモンは最後です。ここで雨が上がりました。現在のところ残るポケモンは1対1。さあ一気に、おっとまだ倒れません。おっと危ない。さあここで歩く一発。さあそろそろ勝負の決着がつこうかというところ、姫の一撃が当たった。これで
して最後のポケモンもダウンとなりました。ここでステージクリア。ポケモンがどう活躍するか。
脳と目覚めるパワー決め十分。さあこれはヒット、いい感じです。さあ激しいバトルです。さあ今度は効果は抜群だ。ここで地震攻撃、狙い的中。おっとダウンだ。さあポケモンは残り1匹。ここで雷球の登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。白熱したバトルが続いております。ここで波乗りだ。よしヒット。ここでダウンです。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ポケモンが再びバトルに登場します。現在のところ残るポケモンは2対1。鋭い攻撃、弱点をついた。さあこの場面で、あーっと走ってしまった。おっとマヒナ打ちのみで回復です。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。これで決まるか。炸裂、これで勝者決定です。ここでステージクリア。